立憲民主党は日本の政党。立憲主義に基づく民主政治を考慮に掲げるリベラル政党である。略称は民主党。この他立憲、立民などの略称も使用される。2020年9月15日、旧立憲民主党、旧国民民主党及び無所属の議員が合流して設立された。2021年現在、国会において、 与党勢力に対抗する野党最大勢力である。2020年9月15日、旧立憲民主党、旧国民民主党の一部議員、及び主に民進党の流れを組む社会保障を立て直す国民会議、無所属フォーラムなどの無所属議員が合流して設立された国政政党である。決闘前の九月十日、新党代表、透明選挙が行われ、 旧立憲民主党の代表であった枝野幸男が初代代表に選出されるとともに、当面も立憲民主党に決定した。旧立憲民主党の名称を使用するとともに、旧立憲民主党のロゴマークも使用するが、法令上は新規に設立された別の政党であり、法人番号と別となっている。2021年現在、衆参両院において、 野党第一党である。党本部は、旧党本部に引き続き富士ビルに入居している。なお、旧民主党、旧民進党、旧国民民主党本部が入居していた三宅坂ビルは、党別館となった。立憲民主党の党別館が入居する三宅坂ビル、立憲民主党の政治的立場は、中道左派や左派リベラルなどとされる。党は公領において、自らも、 立憲主義と塾議を重んずる。民主政治を守り育て、人間の命と暮らしを守る。国民が主役の政党とし、続いて自由と多様性の尊重、共生社会の創造、国際協調、未来への責任を果たすことを基本理念に掲げる。旧立憲民主党及び新立憲民主党で併用されているロゴマーク。略称の再変更に伴い、 立憲の入っていない旧立憲決闘時のものに戻された。2017年の第48回衆議院議員総選挙をきっかけに分裂した民進党は、その後、旧立憲民主党、旧国民民主党及びいずれの党にも所属しない旧民進党系無所属議員グループに分かれた。旧立憲民主党で代表を務めた枝野幸男は、 当初、旧民進党勢力の再結集に否定的な立場を取っていたが、2019年の第25回参議院、議員通常選挙の結果を受け方針転換し、同年12月6日には、共同会派を組む、旧、国民民主党、旧民進党系無所属議員のグループである、社会保障を立て直す、国民会議と無所属フォーラム及び、社会民主党に対し、 立憲民主党と共に行動してほしい。政権を担い得る政党を築き、次期衆院選で政権交代を現実のものにしたいと述べ、事実上の合流を呼びかけた。2020年1月には他党の九州合併を想定する立憲側と対等合併を主張する国民側で合意に至らず、一度合流協議は破談となったが、半年後の7月には、 立憲側が両党を回答した上で新党を設立するなど国民側に情報した内容で合流協議が再開。8月24日、旧立憲民主党、旧国民民主党、社会保障を立て直す国民会議、無所属フォーラムの2党にグループの幹事長が新党を決闘することに合意した。9月1日、 二党にグループの幹事長と選挙管理委員は、新党代表、透明選挙の告示日を9月7日、投票日を9月10日、決闘大会を9月15日とすることを決定。9月10日に行われた選挙の結果、枝野が旧国民民主党出身の泉健太を破り代表に選出。透明には立憲民主党が選ばれた。結成前日の9月14日、 党の幹事長に、旧、立憲民主党幹事長の福山、哲郎参議院議員を引き続き起用するなどの人事を発表。また、同日には、衆議院、議員に1名が入党の届け出を行い、立憲民主党は、衆議院、議員107人、参議院、議員43人の計150人で結成することとなった。9月15日、 東京都内のホテルで決闘大会が行われた。大会で枝野は衆院では政権交代の発射台といわれる100人を超えるメンバーが集まったと述べた。また、幹事長に福山政調会長に旧国民で同職を務めた泉国会対策委員長に旧立憲で同職を務めた安住厚代表代行権選挙対策委員長に旧国民で 幹事長を務めた平野博文がつくなどの執行部人事案も承認された。また、同日には玉城雄一郎ら旧国民側の交流不参加者が結成した新国民民主党も設立大会を開いた。9月16日午前、持病により辞意を表明していた安倍晋三内閣総理大臣が閣議を開いて内閣総辞職し、 午後の総理大臣指名選挙において自由民主党総裁の菅義偉が第99代内閣総理大臣に選出された。この際の主犯指名選挙では立憲民主党、日本共産党、国民民主党、社民党、令和新選組の野党5党は枝野に投票した。一方、国民民主党とは9月14日に参議院で統一会派を解消。 10月27日には衆議院でも統一会派を解消し立憲民主党と会派を組む政党は社民党のみとなった。また立憲側から合流を脱進されていた社民党では合流賛成派と反対派で党内の意見が割れ合流賛成派の吉田忠とも社民党幹事長らは10月に回答による合流を断念11月14日の臨時党大会で立憲への 交流希望者の離党を容認する議案が僅差で可決され、事実上分裂することとなった。12月24日に吉田と社民党副党首の吉川元が社民党に離党届を、立憲民主党に入党届を提出し、いずれも同日受理された。次期衆院選に向けては、立憲民主党内において、旧立憲、旧国民出身者や、 無所属の合流議員が競合する選挙区が合流時点で10あったが11月末までに新潟6区を除く9選挙区で候補者を一本化した12月に枝野は全部公認にこだわらなくても面で戦う構造は見えてきたと述べ国民民主党や社民党と合わせ衆院定数の過半数の233人を超える候補者を擁立する方針を示し 国民民主党との連携については、おかしなことをしなければ、現職や早い段階から決まっているところに、候補者をぶつけないと述べた。2021年1月12日の常任幹事会において、旧立憲と旧国民の最後の競合区だった新潟6区で、候補者を一本化。これによって、立憲民主党内の競合区はべて解消され、幹事長の福山は、今後、 共産、国民民主、社民との選挙区の調整を進める考えを示した。日本国憲法のいわゆる三大原理を堅持する。さらに、立憲主義を進化させる観点から未来志向の憲法議論を行うとしている。また、草の根の行為に基づく熟議も重視する。適切な政治、行財政改革を実行する。実効性のある公文書管理、情報公開を徹底し、 透明で公正な信頼される政府を実現する。多様な主体による自治を尊重し、地域の責任と、創意工夫による自立を可能とする真の、地方自治確立を目指す。人権を尊重した自由な社会を目指し、反差別の立場を取る。ジェンダー平等、性的指向、性自認、障害の有無、雇用形態、家族構成などにより差別されない社会を構築する。 さらに多様性を認め合い互いに支え合う共生社会を目指す。地域の特性を生かした再生可能エネルギーを基本とする分散型エネルギー社会を作り、原発ゼロ社会をたちも早く実現する。生物、自然環境の調和を図り、持続可能な社会を目指すとしている。人への投資を重視しかどな自己責任論に陥らず、公正な配分により、 格差を解消することで、一人一人が幸福を実感できる社会を確立する。食料、エネルギー、生きるために必要なサービスを確保できる経済を目指す。科学技術発展に貢献し、個人情報、権利が保護され、個人の生活が侵害されない社会を目指す。持続可能で安心できる社会保障を確立する。生涯を通して学び、挑戦の機会を確保し、 働き方、暮らし方を柔軟に選択できる安心社会を実現する。社会全体で子どもの育成を支援し、希望する人が安心して子どもを産み育てることができる社会を作る。災害や感染症などの社会的危機に際しても確実に機能する実行力のある政府を実現し、東日本大震災など災害からの復興に尽力する。国際協調と 選手防衛を貫き、現実的な外交、安全保障政策を推進する。健全な日米同盟を軸とし、近隣諸国をはじめ、世界各国との連携を目指す。国際連合など、多国環境庁の枠組みに基づき、気候変動など地球規模の課題に向き合い、国際社会の高級平和と繁栄に貢献すると、している。人道支援、経済連携などを推進し、 核兵器廃絶を目指し、人間の安全保障を実現する。自国のみならず、他国とともに利益を享受する、開かれた国益を追求するとしている。日本の文化芸術を大切にするとともに、世界の多様な文化と交流しつつ、幅広い文化芸術活動の振興を図る。歴代代表一覧党には、党大会、両院議員総会、常任幹事会、 政務調査審議会などが存在する。2021年7月現在、47都道府県、すべてで地方組織が設立されている。旧立憲民主党の制度、旧国民民主党の制度の両方を引き継いでおり、18歳以上の日本国民は、党員、協力党員として参加することができ、18歳以上の個人は、パートナーズとして参加することができる。なお、 党員協力党員とパートナーズは両方に重ねて参加可能である。党員の年会費は4000円、協力党員の年会費は2000円、パートナーズの年会費は500円である。党員協力党員は代表選挙への参加が可能であるが、パートナーズは代表選挙への参加はできない。2021年3月現在、党員などの数は4万人余りであり、10万人に、 増やすことを目標に掲げている。衆議院議員参議院議員派閥、議員グループは以下の通りとされる。なお、ここで挙げた団体は必ずしも立憲民主党のみを支援するとは限らず、場合によっては日本共産党、国民民主党、社会民主党、令和新選組、新社会党、緑の党グリーンズジャパンなど他党の候補を支援することもある。 ありがとうございます。